僕たちが何とかしなければ、確実に世界は崩壊するのです。困ったものです。その少女は、この世界を自分にとって面白くないものだと思い込んでいる。これは、ちょっとした恐怖です。説明しましょうか。変わりゆく現実の中で、ここに出会える僕たちさえ刹那の夢ならば、後ろめたくないくらい楽しみを感じても、悪いことにはならないでしょう。見てください。我々のような超能力者や朝比奈ミクル、長戸由紀のような存在が都合よく一堂に会するかのように登場するでしょうか。私の仕事は鈴宮春日を観察して入手した情報を統合し年代に報告すること。信じてもらえないかもしれないけど、私はこの時代の人間ではありません。もっと未来から来ました。どこまで納得できますか。不思議な現象は続く。誰も秘密と知りながら毎日過ごすのは、それぞれの思惑とちょっぴりの好奇心。笑顔は癖のような感じですよ。現れたからという、ただそれだけの理由でここにいるんですよ。鈴宮春日は事実進化の可能性が一番の謎はあなたです。時間の歪みの真ん中に彼女がいた。彼女も願望を実現する能力がある。悪いことが起きたら守りましょう。 Just one spectacle。 穏やかなる世界のため割とやってます。閉鎖空間での僕は過激でしょうか。崩壊は止めたいのです。君を見てると心配なのです。困りものです。情報統合しないタイプ、私を通して人間とコンタクトできる。信じなくてもいい。ただ知っておいてほしかったんです。お察しの通り超能力者です。そう呼んだ方がいいでしょう。まあ、ガーレ。